エゴキンマンの特徴は人とまず比較とかですよね,ね。自分以外全員素敵に見えるフィルターはエゴキンマンの超必殺技じゃんで、えー、それに伴って何か起きるって言ったら超超必殺技ですよね、えー。自分攻め。自分のいいところと悪いところと区分けしてわざわざ悪いところばっかり 悪いとこばっかり見つけるでしょ、自分に対して。悪いところばっかり。ここがダメ、あれがダメ、あの子と比べて、あそこがダメ、ダメ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 。はい。これ100点症候群ですよね。もうこれが、もう、大必殺技でしょ、エゴキンマンの。で、それに伴って、ダメだから、おいも、もっと頑張るよ、もっと頑張るよ、もっと行けよ、もっとやれよ。はい、走らせエゴキンマンも必殺技でしょ。出てくるでしょ。で、 えっと、未来に意識をみ、未来に意識を向かせて、えー、このままだとやばいことになる。やばいぞやばいぞでしょ過去に、えー、意識を向けさせて、えー、後悔をさせるでしょこれ全部エゴキンマンですよね。いくら外堀を固めても、うんと、エゴキンマンが乗っかってるキャラクターってタコ作じゃないですか。もうやばいやばいみたいな。だから、 安全地帯にたとえいたとしても、エゴキンマンが頭の中にいて、タゴ作状態だと、大丈夫だっつってんのに、うわーやばいやばいとかって、なんかこう一人で自爆するから、なんか、もし国がちゃん、なんかこう、手厚い対応して、なんか外的なものが整えられても、えっ、ー、と、頭の中のそのエゴキンマンを沈めない限りは、なんの、ええー、 あれを取ってつけたところで変わらないぞっていうところなんですよね。ってことは、うんと、自分の中でエゴキンマンをまず発見する意識はあるじゃないですか。あ自分のことをなんかこう責めたりとか、もう気分が悪くなったら全部もうエゴキンマンの必殺技にかかってる時だから気づいてほしいわけですよ。まず気づくこと。で、気づいたら、 あの、実際に体調が悪くなったらお医者さんには言ってくださいよ。この、意識の中の、あの、ウイルスを発見したら、最善の注射っていうのは、ワクチンは、深呼吸なわけですね。そうだからもう、今、あの、ニュースとか人の SNS を見ないでもう、h t l の復習してください、もう、YouTube。もう深呼吸がワクチンだから、その、エゴキンマウの。集合意識、 これ、一抜けピーしないと、やっぱりいつも同じところで物事捉えてたら、変わるの難しいなって、最初の段階で気づいたから、もう最初から抜けてたんですよね、意識を。ログ始めたもう直後ぐらいからね。で、そう思った時に、うんと、何かって言ったら、フィギュアスケートです。伊藤緑さんがさ、あれ何年前なのか知らないけど、 トリプルアクセル、飛んだじゃないですか。でも、えっと、彼女が世界で初めて日本人女性では、あ、日本人女性っていうか、女性で三回転を飛んだ人なんですよね、人類で。トリプルアクセル。33年前だって。で、それまではさ、男性で一人いたっぽいんだけど、女性では誰も飛んだことなくて、で、じゃあ今私たちが、 33年前に伊藤みどりがトリプルアクセル飛んでるわけだから35年前にタイムスリップしてみようよ35年前だったらあと2年後に女性で初めてトリプルアクセル飛ぶわけでしょ35年前でしょってことは誰も飛んでないわけよねフィギュアの世界で女性で誰も3回転飛んでないそれでさその時って やっぱ誰も飛んでなかったら集合意識は何かって言ったら3回転女子が飛べないっていうのが集合意識だよね。誰も飛んでないから女子が3回転飛ぶのは難しいっていう集合意識がまあまあはびこってる35年前は。でもそれがさ、伊藤緑さんは一番最初多分飛びたいって思ったはずなんよ。彼女が その集合意識、誰も飛んでいない、フィギュア界で誰も3回転を女子で飛んでいない、その集合意識の中で、伊藤緑はきっとこう思ったはず。飛びたいと思ったから飛んだはずない。練習したはずないよね。3回転飛びたいって一人で思ったと。で、誰も飛んでないと。集合意識はその時、誰も飛べないだろうっていう集合意識だから誰も飛んでなかったわけよね。でも伊藤緑さん心の感覚でやりたいって思った。 だから、細胞が変わり始めた。それに伴ってトレーニングが3回転に向けて変わり始めた。そして、彼女は飛んだわけですよね。3回転。そ、それからじゃあ35年、えー、35年の今、比べてみてくださいよ。今、3回転、トリプルアクセルどころか3回転半まで来てますよね。3回転飛べる人、多くなってるよね。あの当時から。 それは何かって言ったら、伊藤緑っていう女性を見て、あ、女子でも飛べるみたいな。え、だったら私も伊藤緑みたいに3回転飛びたいみたいな、風に思いやすくなった意識が変わり始めた集合意識全体が。だから、今、女子で3回転飛んでも美しいけど見てて、伊藤緑の時ほどの、うおーっていうのはないよね。あ今、4回転まで行ってるんだって、すごいね。すごくないあの、じゃあ35年前に4回転がそもそも、 言葉としてあったのかぐらいすごいよね、多分。その当時は。だからだんだんこうやってさ、回転数が上がってるじゃん。フィギュア、フィギュア界の話だけでも、回転数がこうやって、徐々に上がってきているのは、体が進化したというよりかは、集合意識が最初は3回転誰も飛べないっていうのが、一人出始めて、あ、飛べるんだってなった人が真似し始めて、で、それがまた飛べるようになったら、今度は3回転半になって、3回転半飛べるんだってなったら、3回転半が飛べる人が増えてきて、次4回転飛べるんだって、 どんどん集合意識、位置抜けピッした人からパイオニアって呼ばれる人になっていくんですよね。だから人類がなんかこうんと、体が進化しているというか、意識がどんどん、あの、進化というか変化しているから、それに伴って現実が変わってきているっていう。そうなんですよ、ミキエさん。陸上の9秒台の壁もそうだね。あっさり抜く人増えた。そういうことなんですよ。 何百メートルで9秒で絶対誰も行かないだろうっていう集合意識の中で誰かがえ、9秒でやりたいって言って、えー、それをやっちゃった時にそれを実際目の当たりにした人はあ、人間でも行けるんだって集合意識がそっから変容が起き始める。でもそのそれが変わるのをいつまで待ってるんですかっていうことでしょ全体が変わるまで止まってるのかっていう己は自分一人で 集合意識っていう別に集団を乱せって言ってるわけじゃなくて集合意識が今例えばそのこういうなんか混乱カオスみたいなところであったとしても別に自分一人は生きる希望みたいな感じで走っちゃえばいいんですよね。でもそれを大概は同調圧力っていうのなんそんなもんだよねみたいな。3回転し 飛べないよね、誰も、みたいな。9秒とか難しいよね、みたいな。だって誰もやったことないもん、みたいなところに、いつまでも枠の中でそこにいるから、あなたの世界でその体験が起きないだけで、え誰もやったことないけど、3回転やってみたい練習してみようえ ?9 秒台出してみたいやってみようっていう、そこですよね。で、その集合意識から抜けたところに、自分が自分でいられる、その、 自由な意識の場所っていうのがあるわけですよ。で、実際、その、うん、と今までは、うん、とそれすらも安心、安全みたいな幻トリックがかかってたと思うんですよ。そのフィギュアの3回転の例で出すと、え、みんな飛んでないもんね、みたいな。みんな3回転飛んでないから飛べないよね、みたいな。そうだよね、そうだよね、難しいよね、みたいな。なんか、それで、 住んじゃってた世界が、住まなくなっちゃったんですよ。それが、同調してたら、できないよね、難しいよねってやってれば、なんか安全だった場所が、そもそもそこの場所が崩れ始めているわけだから、居場所すらなくなってるっていう、そこの。集合意識の中に入ってたら楽っていう、その集合意識自体がもう土台が崩れ始めてるから、なんかそこで、そうだよね、そうだよねって言っている、もう言える場所もなくなってるんですよね。 だからもう全員が散らばざるを得なくなってるっていうかだから自分でしっかりあの本当にどうしたいのかとかどういう状態でいたいのか自分のこう気分とかねなんかそれが今起きてることかなと思いますねじゃあうんといやもっとなんかライトの話でいくと私自身がまあ当時そうだったから私がそういう世界を見てたんですけど え、30過ぎてからダンス初めてやり出すとか、痛いみたいな。ヒップホップのダンスなんて、やっぱ10代からやってるとかね、小学校から習ってるみたいな、なんか専用舞台がやるものみたいなのがあって、なんか30の女がね、なんか踊り出すなんてみたいな。なんか全然関係ない人は、そんなこと、ええー、そんなこと思うんだっていう反応だと思うんだけど、私はなんかまあ、普通に生きてきたんで、結構普通の人、こういうこと思ってる人多いわけですよね。 30からえー、ダンスみたいな。で、だからやっぱりなんかこうやり始めるときにすごい、うっていうなんか重さがあったし、特にまた留学をあの、するってなったときに結構ざわついたんですよね。ええー、ハピーちゃんダンスで留学するのみたいな。まあ、1ヶ月だけだったんですけど。で、うんと、あの時のその集合意識は、え、30過ぎてダンスみたいな。 ところに自分もハマってたから、なんていうの、うう抜けんのきついって感じだったけど、なんか、ダンスを始めるどころか、あの、留学までしちゃいました、みたいなところまで行くと、今、じゃあ、あれから1年、2年経って、何が起きてるかって言ったら、60代の人たちが踊って、なんか、今はその年代で、あ、すごいいいんだ、始めてその年齢からでもっていう感じじゃない今の、 この2年経った今のこのなんとなくの集合意識がある中で30でダンス始めても誰もなんていうか、え、その年齢でとかってならなくないなってなくないこれが集合意識が書き換わっていく様の様子ですね。今40でダンス始めましたって,っても、えー、いいじゃんっていう感じだろうし、えー、40でって絶対なんないじゃん。ふーみたいな。え、30。 なんか本人がすごい恥ずかしそうに、30で初めてダンス始めてとかって、なんか、なんていうの、やっててもさ、い、昔は、え、すごいねってなってたと思うんだけど、今はさ、え、そうなんいいねみたいなぐらいじゃない <laughs> それがちょっと今は変わって、年代が60代まで上がってきたと。で、これが多分また2年したら、もう60で、なんか初めてダンス踊りましたみたいなのも、なんか、ふーんみたいな感じになっちゃうわけよね。どんどん集合意識がこうやって変わっていくから。 そしたら、え、今度は多分80とかに上がってくんでしょうね、年齢がね。80からヒップホップいいいいじゃん、みたいな。こういうことです。こうやって変わってくるんですよ。だん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 。やゆうさん、100歳まで行ったらすごいね。なる気するけどなもうなんか、だいぶ先行ったら。そうです。それも集合意識で。シンデレラプロジェクトだってそうですよね。私、2016年に告知して、2017年の年明けにシンデレラプロジェクト一回やったんですけど、一回目をね。 あの時まだ素人の人があんな軒並みすごいプロの舞台でなんかパフォーマンスをするっていう文化がなかったからいやそれこそも私自身もえなんでこんな恐ろしいことやっちゃったんだろうみたいなだって誰もねその舞台に上がる素人の人のこと知らないのになんかお金をわざわざ払ってみなんでみんな見に来てくれてるんだろうみたいななんて恐ろしいことしちゃったんだろうみたいな初日終わった時に。 はってなんかそれこそ集合意識に戻されちゃってワクワクして始めたのにでもいや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 めちゃめちゃいい回やんけって気づいてで2回目もシンデレラプロジェクトやったけどさ今はさ素人の人たちがさ素人同士でイベント組んでとかやるのも当たり前になってるじゃん今はあれも集合意識から1個抜け出したじ事例ですね で抜け出して23年経ったらこうやってそれが当たり前にこうやってなってくんですよね最初はハピちゃん優しいなと思ってた泳ぎ会みたいなもんかと思ってたらめっちゃ感動そうなんですよ絶対感動すると思ってたもんそういうことですだから今なんかいろんなえー、ことが起きてたとしても自分のその感覚の方を信頼して動いていくと23年経つとですね それが後からなんかひっついてくるみたいな。そう。だからなんかみんなが変わらないとか社会が変わらないとか世界が変わらないんじゃないんですよ。お前が変わってないから世界が変わらないだけなんだっていうことをもうほんと肝に銘じてほしいですね。全部自分からだぞっていう。だから全体がこう変わるまでな。待っているのか、それとも、そうやってそこに飲み込まれないでやっていくか。 だから今私は私のいる場所でエゴキンマンに静寂をという運動と希望の電波を発信したいなと思っている所存でございます。なんかねエイブラハムのうんとねどの本だったか忘れちゃったんだけどね災害のことについて書かれてるなんかコーナーがあってもし自分がなんかこうその 場所にいたらどうのこうのってなんか質問だったから確かごめんねうる覚えてでもね回答だけはすっごい覚えててあなたがなんかどんななんかこう物に例えば嵐の目みたいな真ん中に巻き込まれようとあなたが本当に強力にソースと繋がってボルテックスの中にいたらあなただけは何も事も起きてないかのように何もならないみたいな いや確かにそうだなと思ったんですよ、それの文章を読んだ時に。私はなんかそれ読んですごいほっとしたから、きちんと叱るべきように、うんと自分が動きを取れるし、ソースと繋がっていたらうんと、それこそそれが自分の中のバリアみたいなのになっていくから、なんか力強く、ソースと共にやろうみたいな、その文章を読んだ時にもさらに思ったんですよね。 そうそう、スクランブル交差点でブワーってさ、前から人が押し寄せてもさ、なんかこう自分の前だけ人がパッて避けていくとかさ、あの、矢がブワーって飛んできてるのになんかこう自分だけ当たらないとか、そういうなんかこう摩訶不思議なことが起きるんですよね。それ摩訶不思議でも何でもなくて、自分自身が強力なその宇宙意識そのものでバーンってこういたら、当たり前だけどその世界の リズムや宇宙のリズムっていうのが自分の腹の中ってよく深くにリズムがあるわけだからさそことリンクするからさナマズみたいなさなんかそういう勝手な予知能力とかさ察知してなんかこう動いちゃったりする感覚とかが芽生えてくるね <laughs> 嫌の話じゃないけどじゃあ嫌の話で思い出したあの春ちゃんとね喋ってる時にさ私が言ったのいやもうあなたみたいにね もうそんだけなんかこうあのあっチに言われてねもうすごいって言ってもう全然へこたれないからどういうメンタルなみたいな,なんかあんなにハルちゃんって叩かれてなんでそんなに強いんだろうと思ってたんですよそしたらいやだから私から見たらすごいハルちゃんが矢に当たってるように見えてたの そしたたらはるちゃん何て言ったと思う彼女は彼女で「え私あなたに対して同じこと思ってるんだけど」みたいな「いやハッピーじゃんなに叩かれてなんかすげえな」みたいな「同じこと言ってきたいよ」えわかりますお互いあの自分のとこに「や」が当たってないんですよねめっちゃ「や」本当は当たってるのに当たってなかったっていうお互い <laughs> お互いに同じこと言ってて受けた。受けるあなたのが絶対叩かれてるからとか言ったら、いやいや、ハッピーちゃんのがひどいでしょとか言って、なんか、何の言い合いか知らんけど、なんかそんなこと喋ったことがあったんですよね。めっちゃ笑った。そう、どっちも一言だったの。<laughs> そんなに嫌にあざってんのに気づいてないのみたいな。いやいや、その言葉そっくり返すよみたいな。<laughs> 言われた。お互い、お互い気づいてなかった。 だからそういう感じやね。だから、こう、ボルテックス宇宙意識、さあ、そうと繋がるってやってると、もう全、なんか、え、あの人、なんであんなにやに当たってるの強いだろうみたいな。いや、お前のが当たってるぞみたいな。だからお互い、え、嘘渡して叩かれてんのみたいな、お互い。そんなもんなんですよ。だから、そういうことなんですよ。